ゴールキーパーはダニー・カルバハル、右から上原真希とリオンジ、中川沼田の4バックです。ボランチは加藤と池田、右に大本が入って左に福村です。で今日2トップはケルビンと金井がコンビを組むという予想です。続いて横浜 FC のスターティングラインナップ、ゴールキーパーは6ターン、岩竹、ガブリエウ、上川の3バック、和田と田部井がボランチで、右に伊坂善、左山根とはマルセロ・ヒアンワントップ、そのシャドウに小川幸喜と長谷川です。で長谷川、伊坂全員斜めの動き、裏を取りに行く、裏取って左足カルバール、もう一発ですよね、まあ、よく見てたと思います長谷川も。そうですね、はい、まあ、そこはしっかりできたと思います。池田でボール奪いました。池田、福村クロス入れて、もう6ターン弾いて大本落として池田レン、6ターンナイスセーブ、右足よく出しました。惜しかったですね、決定機琉球。池田このセカンドボールも拾ってますもんね。そうですね、浮き球入れましたが、まあ、流れて金井打つ、いいんじゃないですかね。セカンドボール拾った場所も、はい、こう横浜市の構えた5と3の3の脇ですから、そこからうまくこう入れ込んでますから、はい、落としてくれます。伊坂全員のスピードを生かす、伊坂全員抜けた、沼田の足引っかかりました。もう一発ですよね、これが伊坂全員の総力、スピードを生かしました横浜 FC、 PK 獲得です。守るは琉球の守護神石岩島、ダニー・カルバハル。右隅、動きを見て決め切りました小川幸喜です。冷静でしたね、落ち着いてました、しっかり見えたんですかね、カルバハルも我慢しているようには見えたんですけどもね、なかなかこう自分の場所にいい形でボールほとんど来てませんから、うん、すごくプレッシャーある中で蹴ったと思います。マルセロ・ヒアン、リオンジが強く当たりましたがファウルなしです。ケルビン、ケルビン中に運ぶ、左足で中入れる、加藤、あオフサイドの旗が上がりました。まあ、それも惜しかったと思いますね、うん、はい、インスイングのボールで鋭いボールがボックスの中に入りましたから、はい、上原真希子クロス、おっと、いいボール来ました、福村でしたが、はい、まあ、強く当てることができません。ボールを持ち続けます横浜、ね、奪いました、金井から池田、池田枠をそれました。琉球サポーターの前どよめいたたピスタです。まあ、高いところからプレッシングかけて前向きで奪って、そこに対して3列目から池田がランニングしてきましたし、長谷川右、山下亮也です。山下転がして小川スルー、長谷川左足ナイスセーブ、カルバール神セーブ出ました、カルバハル。岩竹、山下亮也ターゲット、右のスペースは大きいところ取りました、山下中折り返して長谷川、上原真希と長谷川打てない、山下打つ、最初のタッチが決まりませんでしたね、山下はよく見てましたし、はい、長谷川のところですね、まあ、見事な攻撃でしたけどね、この岩竹のフィード狙ってましたね、残された時間でなんとか1点こじ開けたい、縦パス池田に入る、奪い返しました和田、抜けた、いや山下が抜ける、山下が抜ける、カルバハル、ファールなし、山下遠くの小川の右足、カルバハル、まあ、何か難しいことをしているわけじゃないんですけどね、長谷川、小川左足、ゴールキックです、まだあ、今試合終了のホイッスル、
琉球対横浜 FC 0対1。